ステラート。エステートといつも間違っちゃって悩むんだけどさ、の試乗会に来たんですけれども、今行動試乗中です。で、周り見てください。すごいです。何にもない本道です。すごいね。でも本当に見てみて、どういうことですか。これは絶対生きて帰れる気がしない。ということで、しましたさん、はい、入っていいですか。はい、ありがとうございます。はい、しょうちゃんどうでしたか。まだサーキットでしか乗ってないんですけど、うん、まあ想像をはるかに超える面白い車でしたね。いや、私もね、なんで裏感にってちょっと思ったの最初。多分誰もがね、そう思うと思うんですよね。そうそう、ブルースだろうってこう一人ツッコミしてたんだけど、なんかでもその意外性っていうか面白いよね、このミスマッチ感が。見た目もそうじゃないですか。明らかになんか今まで僕らが知ってる世界とは違うものがあるんで、ね、あの子供が喜ぶんじゃないかって、あのデザインのトップのみっちゃさんが言ってて、そう言いながらでも大人が喜んでる、ね、大人はもちろん喜ぶ、大人はもちろん喜ぶんだけど何も知らない子供が見てもわーなんかすごいの来たみたいな、ね、そうだね、そうだね。で、これ44ミリなんか高くなって、はい、そうですね。で、ダートをさっき走らせてもらったんですけど、もう車がめちゃめちゃ安定してんの。だからだんだんこう走るごとにスピードが高くなっちゃって、で、なんか車がコントロールしてこう安全方向にちゃんと持ってってくれるから安心して踏める。なんかね、ちょっと危険だなと思った。運転上手くなったような勘違いしちゃったもん。でも別にそんなにすごい制御が入ってってわけではなくて、うんうん、自然にね、そう、あの、うん、基本的には前後トルク配分でうまいことやってるなと思ったんで、うん、ね、なんか ESP がいっぱい効いちゃってってじゃないでしょ、うん、それが上手だなと。ランボルギーニって、うん、この車になる前っていうか、この車よりもっと前、ウルスじゃなくて、うん、ウラカンの最初の頃からそこすっごい上手だなと思ったけど、うん、オフロードみたいなとこ行っても、うん、行くとなおさら生きるなと思いました、うん、なんかありだね。今まで想像してなかった。やっぱり裏感っていうと、裏感シリーズって全部もうサーキットでしか乗らないじゃない、やっぱりメインは。なんかベルフォルマンテとか STO とかね、うん、そういう、そうそう、ロードコース武闘派みたいな車が多かったですよね、うんうん、ね、まあ、行動かあるいはサーキットかっていう感じだったのに、オフロード行っちゃうんだ、ダート行っちゃうんだ、まあ実際に作るのもやってみたら面白かったから作ってるわけですよね。そうだよね。やっぱり作る人が楽しまないと楽しい車ってできないんでね。そう、あの、うん、ウルスを開発してる時に、うん、オフロード走ってみんなで楽しいねと開発メンバーが言ってて、うん、だったら裏感ってやったらもっと面白いんじゃねみたいなことで生まれたらしいんですよね、うん、話聞いてると。で、実際作ってみたら面白いし、格好もいいし、うん、これやっちゃうっていうやっぱりそういうちょっとこう遊び心とかお茶目なところがないと楽しい車は作れないっていうか、予想外なものが作れないってことだよ ね。 そうね、今までの規定路線だと。なんとなく私たちもランボルギーニはこうあるべきみたいな、だからウラカンとかスーパースポーツカーってこうあるべきだなっていうのはなんとなく想像の延長上にあったものがそうじゃないところにあって、ちょっと今回楽しかったね。これは楽しかった。はい、ということで、まだまだ道は続きます。この先何キロだって、第一目的地が80キロ先だから。80マイル先ですよ。80マイル、はい、まだ150キロぐらい行くんですよ。はい、頑張ります。はい、はい、ということで、この周りの景色を楽しんでいただきながらお別れしたいと思います。じゃあまたね、バイバイ。ありがとうございます。すごいです、一面こんな。今日はしもちゃんと一緒です。
ですね、国立公園の中の大きい岩がたくさんある場所です。今までずっと走ってきたところは本当にこう生き物もあまり植物とかも育たないような場所でしたが、ここはなぜかいきなり山頂にこんな大きい岩がある場所です。そうね、うん、そこ回れば2、3周すれば、あ、で、そうしよう、そうしよう、それがいいね。緑なだけでね、もう今日僕らにはありがたいぐらい。そう、久しぶりに緑見たよって感じ。前半戦は砂漠ばっかりだったもんね、うん、私なんか直線しか運転してなかった基本直線だったチャンネルでした。チャンネル登録もお願いします。また見てね。バイバイ。